皆さんどうもピーマンドウエスト、というわけで今回の実況からエピソード赤犬をプレイしていきます。ぜひこれから見てくださると嬉しいです。じゃあファーストエピソード、ファーストチャプターになりますね。こちら襲来白ひげ海賊団、これをプレイしていこう。クリア条件は勝利せよだね。いや赤犬はかなり強いからね、これは楽にこのエピソード進められるよ。逃がしてくれ、あんた強すぎるわ。何度も戦ってますけどね、強い本当に。フォートガスティエースを捕らえた海軍は公開処刑を行うと全世界に通達。大海賊白ひげとの全面戦争になろうとも、海賊王ゴールドロジャーの血が絶えることを世界に知らしめようと海軍本部は判断したのだ。果たしてエースを息子と呼ぶ白ひげはマリンフォードに襲来。同時にエースの義兄弟である麦わらのルフィもエース奪還に現れた。ここに海軍と海賊たちによる頂上戦争が始まった。止めてみろ。凄まじい腕力で巨大な氷塊を投げつける3番隊隊長ジョズ。赤犬はマグマの拳を逃げたぎらせ、氷塊を一瞬で蒸発させた。よし来たぜ、レディーファイト。初めて泣いたジョズだね。オッケーグッバイ。わ、やっぱ強いわ、やっぱ強い。はい、オッケー。あー、でもどうだろうな、こっち側で。そう、あ、でも食らってるよね。あー、惜しい、もう半分か。やべえな、やっぱ他のキャラクターとは能力自体が違うね。初期能力が高いからね。そしてこれレベル1だろ、これからもっと強くなるんだぜ。相手がかわいそうだわ。わお、グッバイ。あと一発かな、立ったとこ。おお、カウンターだ。さっきからずっとこれ。わお、当たってないのかい。負ける。はい、終わった、ナイス。すげえ、ちょっと危なかったけど。えい、これで終了になりますね。赤犬過去2年前ってことは2年後も出てくるってことだな。レベル1ですからね。どうだ、レベル2レベルになりましたよ。また一つ強くなるっていうね。このハメ犬さんどこまで強くなるんだ。もう敵として出てきてくれんなよ。前回まではね、ルフィ側と白ひげ側でプレイしましたが、今回は海軍側でプレイすることになるからね。はい、チャプターの方が解禁となりました。次回はこちらをプレイしていきます。クリア条件は勝利せよとのことだね。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。